令和4年10月3日月曜日、現在9時5分ですね。よろしくお願いいたします。月曜から夜更かしのマンデークレイジーナイトレース開始いたします。本日はなんとなんと13台エントリー大盛況です。ありがとうございます。マンデークレイジーナイトレースは、いわゆるミニッツの、競技レースとはちょっと一風変わった楽しいレースになっております。予選方式は2分間の周回レースをスタッカー方式、スタッカースタート方式による2ラウンドを行いまして、今日は13台エントリーで、バッテリーは1ラウンド目、2ラウンド目、共用一緒に使ってもらっています。電池交換なしということですね。はい、では A グループ出走ドライバーは三浦選手、山内選手、今村選手、上村選手。ウォーミングアップは終わりましたが、ピットルごとに待機お願いします。もう一人誰、もう一人もうお待ちかねですよ。休憩で。はい、では1番の方からエントリーどうぞ。1番ニューノヤ選手、2番山内選手、3番今村選手、4番上村選手、3番電化に、破壊力ありますよ今日は。はい、スターティングマッシュル、ありがとうございます。ではスタートします。あ、ボケじゃなかった天然や。1番スタート、2番スタート、3番スタート、まずアウト、4番スタート、スタート方式の予選第1ラウンド、Aグループスタートいたしました。直しとくの忘れたなと。さあ、各社第2ラウンド、第2ラップに入りまして、第3ラップに入っていく。トップ山内、2番手今村、いや、トップ上村、2番手山内、3番手今村、4番手ニューニュー。これでトップ上村、2番手山内、3番手今村、4までニューニュー。さあ、スタッガー方式といえども非常に緊張感のある緊迫したレースが繰り広げられている。マンデークレイジーナイトレース予選第1ラウンド A グループ。さあ、時計の方は残り40秒。さあ、2分間のスタッガー方式による予選走行。さあ、トップ上村選手はフォード GT ですね。さあ、フォード GT 上村選手がトップ走行だが、山内選手の距離はなんと 0.13 秒。さあ、トップ山内、2番手上村、入れ替わった。さあ、これで 0.1 秒山内選手がリード。今村選手3番手、4番手ニューニュー。残り時計の方は間もなく2分経過。タイムアップ。さあ、あと2周というところでしょう。電車、ああ、一回上がった。上村通行とタイムロスだ。さあ、1号だ。さあ、クリア。さあ、まだまだ、もう1周どうだ。2番ゴール、
山内5、1番、ニューニュー、3番、ゴール、4番、決めました。トップゴールは山内選手、11ラップ2分0.015、あとコンマ1ゴールでもう1周入ってますよ。バーコータイムをマークしました。予選第1ラウンド A グループ山内選手。はい、では続きまして B グループの方ご注目ください。出走ドライバーは野村選手、渡崎選手、小西選手。はい、操縦台を決めいただきましたら、ウォーミングアップランご走行ですよ。ピットロードに待機ですよ。ピットロードに待機してくださいね。はい、ウォーミングアップラインよろしいですか。では1番の方からエントリーどうぞ。1番N村選手、2番渡崎選手、3番小西選手。1番デンカリー、2番デンカリー、3番デンカリー。アメリカンクラシッカーが2台走行です。おめでとう。はい、ではスタートいたします。マンデークレイジーナイトレース予選第1ラウンド B グループ、まあもなくスタートいたします。スタート3秒前、1番スタート、2番スタート、3番スタート。さあ、最初の1はアウトブラック計測には含まれません。この周回でマシンの感触、コースの路面状況をチェックしていきましょう。さあ、サンダーバードが一瞬転倒した。さあ、ボックスは C1 コルベット。さあ、エメラルドグリーン、さあ、こういうところで言いましょうか。いわゆるアメリカンクラシックカー対応コンベット C1 トップは、コンベットが N 村選手だよね。でサンダーバードがバッタン。残り1分。さあ、時計の方は半分が経過いたしました。トップは N 村、2番手小西、3番手バッタン。さあ、小西、バッタンが 0.3 秒差だ。さあ、時計の方は残り30秒。さあ、トップは N 村。残り30秒。さあ、コルベット C1 がトップ快走しております。2番手、さあこれでワッタンが2番手に上がったか。N 村との距離は 1.7 秒、しかし小西選手も 0.2 秒で3番手。さあ、非常に僅差の2番3番争い。残り10秒。時計の方は残り10秒。各社あと2周というところ。タイムアップ。さあ、まだまだあと2周。あー、戻った、ラッキーラッキー。コルベット C1 が2コーナーで転倒したが、さあ、ファイナルラップとなるか。1番、さあ、1番ゴール。なんかそしてイオンがゴール直後にイオンしだした。さすがクラシックがある。はい、停車ゴールでーす。これコルベット C1 が N 村さんですね。はい、そうです。はい、
最後の最後で逆転ありますね。江ノ村ワッタンが逆転トップゴール。はい、続きまして C グループ出走ドライバーは屋敷選手、藤原選手、蓮選手。はい、よろしいですか。ではエントリーの方お願いいたします。1番屋敷選手、2番藤原選手、3番蓮選手。1番エントリー、2番エントリー、3番エントリー。はい、マンデークレイジーナイトレース予選第1ラウンド C グループスタジオマーシャル、ありがとうございます。それではスタートします。13台エントリーの決勝組み分けは5台、4台、4台の3組み分けとなります。スタート3秒前、1番スタート、2番スタート、3番スタート。さあ、まずはアウトオブラップ、マシンの挙動を確認していきましょう。ここは大丈夫よ。ここからね、ちょっと丁寧にいきましょう。さあ、各車タイムアタックに入っていく。おっと、3、2コーナー、レインがちょっとタイムロスか。さあ、オープニングラップトップ屋敷、2番手藤原、3番手レン。屋敷藤原は 0.2 秒差、藤原レンは 1.3 秒差。まだまだ序盤。さあ、トップは依然屋敷選手、2番手藤原選手の距離は 0.7 秒差、1秒もない。おっと、屋敷がちょっと引っかかった、2コーナー。おっと、さあ、藤原も引っかかった。これで各社それぞれ1回ずつタイムロスがあった。さあ、この周回でトップ屋敷、2番手レン、3番手藤原、レン藤原が 0.7 秒差。さあ、レースは残り、時計の方は残り45秒。いいですね、クレバー。スタッカースタート方式の場合は後方から来た車が優先となります。残り30秒。トップ屋敷が下走る2番手レントの距離 1.5 秒差、2番手レン、3番手藤原選手は 3.8 秒まで広がった。さあ、屋敷選手がいいペースだ。現在ベストラップ 11.03 に対して平均が11秒45ですので、残り10秒。とはいえ、先ほどの A グループ、B グループ、バーベは分厚いか。さあ、時計は残り間もなく2分経過ですが、レースタイムは各車2周ほど残っている。さあ、まだまだ、あと1周、2周。さあ、屋敷がファイナルラップだ。さあ、レンがもう1周入るか。入った、入った。さあ、藤原ゴール、藤原ゴール。あっと、もったいない。1番ゴール、はい、全然ゴール。屋敷選手増えてラップ2分6秒78でゴール。さあ、続きまして予選第1ラウンド D グループご準備ください。出走ドライバーは玉岡選手、細田選手、上田選手。さあ、気合が入った声が聞こえました。はい、操縦台を決めいただきましたらウォーミングアップランドを走行ください。さあ、現在暫定1番タイムは山内選手12秒目前というゴールタイムでした。12秒、12ラップ目前という
レースリザルトでした。マンデークレイジーナイトレースの予選ラウンドは、第1ラウンド、まず集計してその順位にポイントを割り込みます。第2ラウンドも同じく第2ラウンドのみでの集計にポイントを割り振りまして、第1ラウンド第2ラウンド合計したものが予選総合結果となります。ですので1ラウンドごとに完結していくというレース方式です。はい、では自己紹介をしますが、1番の方どうぞ。玉岡選手、2番細田選手、3番上田選手。1番エントリー、2番エントリー、3番エントリー。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。マンデークレイジーナイトレース予選第1ラウンド D グループ2分間スタートいたします。さあ、まずは11ラップのを目指してまいりましょう。スタート3秒前、1番スタート、2番スタート、3番スタート。オープニングラップもし見つったら前後の車のねスペースなどを考えて落ち着いてリスタートしてくださいね。計測スタート、計測通過するともう2分間止まりませんので、さあ各車2分間のタイムアタックに入っていく。さあ緊張のオープニングラップ。さあ3車ノンミスで帰ってきた。トップ玉木、2番手細田、3番手上田。さあ2周目も危なげなく通過していく3台、これで3周目に入っていく。トップ玉木、2番手細田 0.1 秒差、2番手細田、3番手上田 1.3 秒差。さあとにかく前後の車の馬車のプレッシャーが、あっと、さあ玉木がプレッシャーだった。残り時計のは残り1分。さあこれでトップは入れ替えだ。さあトップは細田、2番手玉木、3番手上田。とにかく単独ミスがないように走っていかなければならないスタッフがスタート方式の予選走行。さあ時計の、おっと、さあ今度は細田がミス。さあ無傷で走っているのは上田のみだ。ランボルギーニ、ディアブロ、カリマス、エガス選手、現在黄色いマシンが無効なしに3番手ながら何ミス走行だ。さあ対して細田玉木 1.2 秒差、上田がその後ろ 1.1 秒。残り10秒。さあ時計は残り10秒。さあ各車まだまだワンミスで入れ替わる距離。クラッシュすればさああと2周か。さあ26秒残し、玉木がラストラップ、細田もラストラップだ。さあもしもし上田ファイナルラップ、1番ゴール、細田ゴール、0.7 秒差、レース続行中です。ドライバーの方動かないでくださいね。はい、全車細田選手11月22秒1。さあ第1ラウンド集計結果が出ます。すごいですね、この2秒、2秒見てみんな、何人いんのこれ。2分2秒が6台いるんちゃうぞこれ。すごいですね、さすがスタッカーですね。2分2秒台が2,3,4,5,6,7 6台1秒の間にいるという予選ラウンドとなりました。はい、では、電気そのまんまなんでそのまま行きましょうか。はい、第2ラウンド A グループご準備ください。電池は変えてはいけませんからね。さあ驚きの予選第1ラウンド結果となりました。1秒の間に、6台がいるという、もう1秒どこじゃないと、ほんま7秒の間、すごいですね。あのワンミスさえなければってやつね。はい、では続きまして A グループ出走ドライバーご準備ください。ニューノヤ選手、山内選手、今村選手、上村選手で、ポイント制ですからね、全然逆転の余地あり、どちらのラウンドも捨てることができません。
ださるわ。お手すきの方どうぞ。まあ基本 D グループね。いいですか。はい、ではエントリーどうぞ。1番ニューネア選手、2番山内選手、3番今村選手、4番上村選手、3番エントリー、4番エントリー。2ラウンド2ラウンド合計ですので、まあ、例えば極端に言うたら、先ほど第1ラウンドで1番ゴールの山内選手がマシントラブルでベッタの場合はポイントが半分ぐらいになるということですよね。はい、レースシステムのご理解をお願いいたします。ではご準備よろしいですか。参ります。マンデークレイジーナイトレース予選第2ラウンド A グループまもなくスタートいたします。落ち着いて参りましょう。スタート3秒前、1番スタート、かかりまくってんな、2番スタート3番スタート4番スタート。さあ各社タイムアタックに入っていく。アゲントシャーマン、セメントアタックね。悪魔のささやきが外野からガヤガヤ言うて聞こえてきますが、今のままやったら落ちるからな。どうせやったら爪痕残していかんと。だって12ラップ入れたら可能性出てくるから、ね。さあ3ラップ4ラップ目に各社入っていく。順位の方はどうなっているか。トップ上村、2番手山内、3番手乳児、4番手今村。上村選手も好調ですね。残り60秒。上村選手は逆一発があるからね。逆一発あかんからね。さあ現在トップは上村、2番手山内 0.3 秒、2番手山内、3番手ニューニュー 0.6 秒、3番手ニューニュー、4番手今村 0.2 秒。さあ各社非常に僅差。あっと、さあちょっとクラッシュ音が聞こえたが、さあここはなんとかペースを整えて落ち着いていこう。さあなんとなんとですね、1位から4位までが 2.6 秒の間、山内、上村、今村、ニューニューの順。さあ、トップ入れ替わってるか、どうだ。さあ山内、あっと、あ、ニューニューか、クラッシュは。さあトップは山内、上村との距離は非常に近いか。タイムアップ。さあ上村との距離 0.4 秒、各社ファイナルアップ。いや、もう2周か、もう1周、もう1周。さあ山内はもう1周、ニューニューももう1周、まだまだ各社ファイナルアップ。2番、あ、山内ゴール、オータイムですね。1番、ニューニューゴール、レースは途中。4番、相手選手ゴールです。ゴールは山内選手、11ラップ2分1秒04。そしてコンマ5秒差で上村選手が11ラップ2分1秒56でした。はい、A グループの方お疲れ様でした。続きまして B グループの方ご準備ください。出走ドライバーは小野村選手、又崎選手、小西選手。さあラウンド2は山内選手11ラップ2分1秒で好タイムです。山内選手はほぼ決勝 C グループは確定ですね。はい、では操縦台くじ引きにてお決めいただきましたらウォーミングアップ番号を走行ください。予選第2ラウンド B グループ、ウォーミングアップランが終わりましたらピットロードで待機、ピットロードで待機。
どっちやねん。はい、では1番野村選手、2番綿崎選手、3番小西選手。1番デンカリ、2番デンカリ、3番デンカリ。はい、ありがとうございます。それではスタートいたします。マンデークレイジーナイトレース予選第2ラウンド B グループ、まもなくスタートいたします。さあ大切に行きましょう。スタート3秒前、1番スタート、2番スタート、3番スタート。さあ各車タイムアタックに入っていく。さあ序盤は非常にスムーズなドライビングだ3車。さあ3車ともにいいペース、すごい。江村綿崎 0.08 秒、綿崎小西 0.06 秒差、ほぼ同一ペース。なんと3台が 0.1 秒の間で周回を重ねている。あー非常にいいペース。さあ現在トップは江村、2番手綿崎 0.09、 いや 0.01。 さあ小西も後方1.10秒、まだまだ。さあアメリカンクラシックカーの2台、リボレー VS フォード 0.06 秒差。この周回でサンダーバードが詰まったか。うわ 0.04 秒差、すごいっすね。さあアメリカンクラシックカーが残り30秒、かつシンクロ状態で周回している。さあ小西もこれに引っ張られていいラップを見せている。さあ残りは15秒、15秒プラスあと2周というところでしょうか。残り10秒。さあ残り10秒のコール、上位2台アメリカンクラシッカーが、これは先ほどの山内選手を上回るペースか。さああと2周、さあもう1周入るか、ギリッギリのところ。大西ファイナルラップ、1番ゴール、2番ゴール、うわーすごい。誰ぞこちらドライバー動かないでくださいね。なんとコンマ3番、はい、全車ゴールです。ナイスラント、ほら最後逆転がありました。綿崎選手トップゴール。江村選手の差は 0.28 ぐらい。さあ非常にいい走りを見せました B グループの3台。では C グループご準備ください。 C グループ出走ドライバーは屋敷選手、藤原選手、蓮選手。操縦台くじ引きにてお決めいただきましたらウォーミングアップランクの速報をどうぞ。ウォーミングアップランク終了後はピットロードに待機してください。これで結構ポイント変動ありそうです、ね、これは予選総合ポイント面白くなってきた。はい、いいですか。ではエントリーをお願いいたします。1番屋敷選手、2番藤原選手、3番蓮選手。1番デンカリ、2番デンカリ、3番デンカリ。はい、スターティングバーチャルありがとうございます。では参ります。マンデークレイジーナイトレース予選第2ラウンド C グループ、スタート間もなくです。スタート3秒前、1番スタート、2番スタート、3番スタート。さあまずはアウトオブラップ、この周回で水滴も気持ちも整えてマシンの挙動もチェックしていきましょう。さあここからは2分間止まることができないタイムアタック。
さあオープニングラップ3台が通過しまして、トップレン、2番手藤原、3番手屋敷。さあレン藤原が 0.2 秒、藤原屋敷は 0.2 秒と、さあ 0.4 秒の間、3台のマシン。さあこれでトップレン、2番手屋敷、3番手藤原、レン屋敷は 0.2 秒、屋敷藤原が 0.5 秒。さあ序盤は非常にいいレースとなっている。さあ依然トップはレン、おっとさ、2番手は入れ替わった藤原、2番手1秒差、藤原2番手、3番手屋敷は 0.3 秒差。さあ時計の方は残り1分。さあ小学生ドライバーのレン選手が現在このグループトップ走行だ。おっとさあ最終コーナーでタイムロスがあったのは屋敷選手か。さあこれでレン藤原屋敷の順番か。さあレン藤原屋敷の順番、各車2秒から1秒の距離。そうさあ一瞬クラッシュ、藤原選手声が漏れました。残り時間は時計のは残り20秒です。さあ白いマシンがトップレン選手、藤原選手が黄色黒のマシン、3番手屋敷選手が黄色白のマシン。さああと2周というところでしょう。電車、おっとさあこれでトップレンが前後車があって、難しい局面、ファイナルラップ。さあ三車ファイナルラップ、いやレンはもう1周行くか、もう1周行くかもしれない。さあ走り切ってくださいね。レンもう1周、レンもう1周です。さあレンが11ラップ入った、レース続行中、ドライバー動かないでくださいね。はい、お疲れ様でした。ナイスラン。トップロードは小学生ドライバーのレン選手、11ラップ2分8秒46でゴール。さあ集計結果が入ります。はい、では続きまして B グループの方ご準備ください。出走ドライバーは玉岡選手、細田選手、上田選手、お三方ウォーミングアップランご走行ください。ウォーミングアップランが終わりましたらピットロードで待機です。さあマンデークレイディナイトレース、予選レース最終グループです。第1ラウンドと第2ラウンドの着順ポイント合計ですので、なかなかね、B グループで2台が当てましたので、ちょっと大丈夫大丈夫君たち。あ、ちょっとかかってしもてるんですね。ですか。はい、では1番の方からエントリーどうぞ。1番玉岡選手、2番細田選手、3番上田選手、2番エントリー、3番エントリー、あ、ましたありがとうございます。では参ります、マンデークレイジーナイトレース予選第2ラウンド D グループ、まもなくスタートいたします。落ち着いて参りましょう。スタート3秒前、1番スタート2番スタート3番スタート。落ち着いて、まあ、もうちょっと前開けてください。あのこの周で適当にやってくださいね。ただ近いとお互い損やね。最終クラッシュ、さあちょっと赤いマシン、細田選手がマシンの調子が悪いか。さあ玉木選手が快調にトップ逃げる、2番手上田、3番手細田。さあ玉木上田はとはいえなんだかんだ 0.8 秒か。残り60秒。さあ時計の方は残り1分となりました。トップは玉吉、イエロー、グリーン、ブルーのラッサカラー、アウディ、アレイト。
これを見ます。2番手は黄色いディアゴ上田選手、3番手に赤いマシンがコルテ、シボレコルテとレッドアルワン。さあ、玉吉が現在7ラップ目、残り30秒で、このままいけば第2ラウンド暫定4位5位ペースだ。取ってたムチ集中消防にやじやれてて、さあ取った玉吉2番手上田 3.3 秒差、上田2番手、3番手、細田が5秒差、あと2周。さあ、ファイナルラップ、玉吉。おっと、さあ、上田がもし入った、上田選手、もう2周ありますね。さあ、玉吉ゴール、レース続行中です、レース続行中、上田選手、もう1周ね、で、細田選手がゴール、レース続行中、レース続行中、さあ、上田選手も11ラップに入りました。あと半周。おっと、あやかりなのでした。ところが玉吉選手11ラップ2分2秒8でいいとこ入りましたよ。さあ面白くなってきた予選ラウンド2、はい、総合結果が間もなく表示されます。現在ラウンド2の予選リザルトです。はい、総合結果、はい、出ました。上位5台は山内、綿崎、上村、N 村、今村、中段4台1ポイントでいろいろ近いですね、順位がね。そして決勝組分けの境目となっております。中段グループが玉吉、細田、小西、ニューニューで、第一グループが蓮、上田、屋敷、藤原という、すごいですね、ローポイントも何人かいてますね。はい、では、予選組分け、決勝組分け発表後レースいたします。バッテリー交換してご準備くださいね。はい、ではインターバル1分切りましたので、決勝レース3分間ラウンド A グループご準備ください。 A グループ出走ドライバーは蓮選手、上田選手、屋敷選手、藤原選手。はい、ご準備よろしいですか。では蓮選手から操縦台をお選びください。はい、4番、続いて上田選手、7番、はい、続いて屋敷選手、5番、はい、続いて藤原選手、1番。はい、では操縦台をお決めいただきましたら、ウォーミングアップランド走行ください。さあ、3分間ラウンド、決勝レースは5分間ラウンド1回ずつ行いまして、こちらも着順合計ポイントとなります。合計ポイントしたものが決勝総合結果となります。最終コーナー外側ね、はい、ウォーミングアップランが終わりましたら最終コーナー外側で待機してください。ラインを外して最終コーナー外側はい、してください。充電器バグって多いじゃん。おっと、気づいてよかったっすね。電池めっちゃ冷たと思って気づいてよかったっすね。3番、エントリー。ちょっと今日藤原さんがあれですね、ベストラップが出ないですね。体調悪いです。体調悪いです。4番、家庭の問題がやっぱりこう大を引いてラジコンの走行にも影響が出てますか。4番、遠隔ですか。はい、では3番グリッドからスターティンググリッドをつけてください。3番グリッド蓮選手、4番グリッド上田選手、5番グリッド屋敷選手、6番グリッド藤原選手。ベストラップね、皆さんねほぼ同じ状態ですんで。じゃあちょっと藤原選手がショートカット1回 OK しましょう。はい、やっぱちょっと家庭環境に不安があるとレースにも影響が出てくるんで、ちょっとでも気楽にレース出てもらうことで、なしで1点、お母さんにはなしや、でも1回ずつ、小学生でも甘い顔はせえへんね。
レースに出ればみんな一緒ですから。はい、いいですか。では3分間ラウンド参りましょう。スタートです。スタート10秒前。さあ、マンデークレイジーナイトです。決勝 C グループ A グループ3分間ラウンドスタートです。さあ、スタートしました。緊張のオープニングラップ、ここから対決に行こう。あーとこの人が当たり痛い。さあ、ここからやばい、恋が生まれそうになった恋が芽生えそうになった。さあ、トップで帰ってきたのは小学生ドライバー、レン選手。おっと、2番手はショートカットジョーカーレーンを持っている藤原選手。3番手に屋敷選手、4番手上田選手を4番レーソーダ。さあ、レーサーここからですからね。ここからミスタムーンが落ちていく。さあ、トッププレーン、このまま逃げ切れるか。おーおー、さあ、クラッシュだった。何が何でもレースは生き残ればいいんだ。あっと、屋敷が通行に転倒。さあ、これでポジション入れ方、トップレーン、2番手藤原、3番手上田、4番手屋敷。まあ、マクラーレン3台に対してランボルギーニが1台。さあ、トップレーンがこのまま逃げ切れるか。今日のジョーカーレーンはなかなか破壊力がありますからね。さあ、ショートカットジョーカーレーンを持っている藤原選手、スピード的にはちょっと1台が遅い状態。その他は11秒フラットから、ウォーウォー、やり合ったらタイムが落ちていきますよ。さあ、いいレース、非常にレースはここでやっと折り返し地点の残り1分30秒。さあ、まだまだ分からないレース展開。トップレーン、2番手藤原、3番手上田、4番手屋敷。こうなると藤原選手が有利ですね。さあ、残り1分20秒。このジョーカーレーンの使いどころですね。さあ、決勝レース、 A グループ3分間ラウンド、非常にいいレースとなった。残り時間間もなく1分となります。さあ、うわー、クラッシュ。さあ、ひたすら絡む。残り60秒。これで2、3、4、10ずつなぎ。さあ、これでレンガーリードを伸ばさないと藤原選手。あっと、さあ、まだまだ展開、距離的には、おお、さあ、サイドサイドサイド、おお、ひたすら絡む。さあ、残り30秒。ああ、レンが逃げ切れ、あっと、タイムズ2台は。さあ、まだまだ残り25、レンスターが残っている。あと2周3周ある。さあ、諦めてはいけない。さあ、これでレンはかなり有利になった。さあ、藤原さあ、藤原に浮上。さあ、しかしまだ分からない。残り10秒。さあ、1位以外2位以下でやり合ってしまった。一番、おっとおっと、さあ、レンが一瞬危なかったが、ここでファイナルラップ。さあ、ゴールですね。藤原ゴール、上田ゴール、屋敷もレース続行中、レース続行中です。さあ、レン選手がゴールで全勝ゴールです。トップゴーダー、レン選手、2位藤原選手、3位上田選手でした。なかなか熱かったですね。おっさん同士でやっちゃいましたね。まだまだ次5分間ラウンドがありますからね。合計ポイント制ですから。さあ、では続きまして、 B グループ3分間ラウンドご準備ください。出走ドライバーは玉吉選手、細田選手、小西選手、ニューネア選手。予選順で総10台お選びください。はい、4番珍しい。はい、続いて細田選手。はい、続いて小西選手。はい、最後にヌネア選手。はい、では B グループご準備ください。B グループは3分間ラウンドは、ここはもうガチですよね。
そうやね、この4台もガチで行きましょう、ガチで。ジョーカーレーンなしで3分間ラウンド。本来3分間ラウンドはジョーカーレーンなしですね。はい、いいですか？あ、ごめんなさい、ちょっと待ってください。エントリーバスです。逆走で結構ですんで、あのエントリー計測ライン通過してください。逆走で結構です。失礼しました。2番エントリー、3番エントリー、4番エントリー、はい、ありがとうございます。ではグリッドにお付きください。3番グリッド玉木選手、4番グリッド細田選手、5番グリッド小西選手、6番グリッドニューナヤ選手。以上4台3分間ラウンド決勝 B グループです。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。それではスタートいたします。スタート10秒前。遅めのスターティングシンガル。よっしゃ、綺麗なスタート。今日のオープニングラップは4社綺麗に帰ってきた。素晴らしい。玉吉、細田、小西、ニューナヤの順。さあ、グリッド通りのオープニングラップから2周目に入っていく。あーっと、さあ、ニューニューが少し転倒。さあ、しかしラッキーで戻った。おっと、さあ、2番手に変わりがあった。さあ、玉吉、これで2番手小西、3番手細田、4番手ニューニュー。さあ、トップと玉吉はこれで2位との距離を広げる形。あっと、2位がクラッシュ。さあ、3台からして、さあ、ニューニュー3番、2番手浮上、3番手細田、4番手小西。さあ、やってしまった。おっと、さあ、小西がクラッシュ。さあ、玉吉はこれでかなり余裕ができた。アドバンテージは 4.9 秒、すでに 4.9 秒。レースは残り2分となります。序盤の1分が経過いたします。さあ、2位がやり合っているニューニュー VS 細田。さあ、現在ストレート2台が2番手争いだ。4番手小西はその後ろ 2.2 秒。さあ、トップ玉吉が序盤から中盤アドバンテージを築いた。さあ、2番3番はまだまだテンプノーズじゃバートル状態。おっと、さあ転倒。玉吉が自主的ロングランで2位以下をぐちゃぐちゃにして帰ってきた。あー、マシントラブル。あ、見え、下がってあげて、いや、下がってあげて、他の人が見えへんから、あの下がって後ろから渡してあげてください。後ろから。さあ、トップ小西。トップ小西、2番手玉吉、3番手ニューニュー、細田がマシントラブル。さあ、レースは残り1分です。さあ、マシントラブルは細田選手。おっと、玉吉クラッシュ。あんまあと、あ、トップ勝った。さあ、ニューニュートップ。さあ、ニューニュートップ、2番手小西、3番手。さあ、残り40秒。上位3台まだまだ見たまんま。ニューニュー、小西、玉吉、同一周回。さあ、結果 A レースになってる。さあ、ラスト30秒。あ、地帯を言うてもんでる。おっと、2番手入れかった。残り15秒。さあ、ニューニューいけるか。さあ、玉吉は、あ、小西クラッシュ。おっと、さあ、トップ勝った。ラストラップ、ファイナルラップだ。すごい。走ってる車優先やで、走ってる車優先。はい、コニストップゴール。こんなおもろいことある。はい、トップゴールはコニス選手、2位ニューニュー、3位玉木選手。こんなおもろいことなかなかないですよね。おもろすぎやね、これ。お疲れ様でした。 B グループ大波乱のレース展開。はい、では続きまして A グループ3分間ラウンド。もうこれ見せられた後出づらいね。はい、総重大予選順でお選びください。ホールポジション山内選手、
予選2位 N 村選手、予選3位上村選手、予選4位綿崎選手、予選5位今村選手、予選順で操縦台を選びいただきましたらウォーミングアップランご走行ください。うわもう腹痛いわもう。1番エントリー、サンダーバードが綿崎さんね、名前ちょっと変えておきます。3番エントリー、4番エントリー、31番エントリー、2番エントリー、3番エントリー、4番エントリー、3番エントリー、2番エントリー、5番エントリー、最終コーナーを入れますか。はい、では、1番、3番グリッドですね。ホールポジション3番グリッド山内選手、4番グリッド予選2位 N 村選手、5番グリッド予選3位上村選手、6番グリッド予選4位綿崎選手、7番グリッド予選5位今村選手。ああごめんなさい、こっちの読み上げ間違えてます、失礼。じゃあ毎シータグと名前がちゃうからややこしい。あ、ちょっとごめんなさい、フォーメーションラップでちょっともう一周してもらっていいですか。ちょっともう一周してください、各社ポジション入れ替わらないように。失礼、ちょっとエントリーで不具合が。ローリングスタート、でもなんかもう当たってたよ。実行へ1番エントリー、2番エントリー、3番エントリー、4番エントリー、5番エントリー。はい、で、山内、ワッタン、上村、N 村、今村ですね。はい、失礼しました。はい、スタディマーシャルありがとうございます。では決勝 C グループ3分間ラウンド、まあガチですね、ガチですね、スタートいたします。スタート10秒前、3分間ね、基本的に良かったなし。さあスタートしました。さあ緊張のオープニングラップ素晴らしい。あー上位5台トレイン状態で帰ってきた。そうですね、序盤は良かった。靴で出したらボロボロなってもた、まあ、玉岡さんがロングラン自主的に使い出してからおかしなってもた、ね、すごいですね。さあ綺麗な5台トレイン、トップ山内、2番手ワッタン、3番手、上村、4番手 N 村、5番手今村。おっと、さあ上村がミス、これで N 村が3番手に上、4番手今村、5番手上村。さあトップは依然山内、2番手ワッタン。まさかサンダーバードに追い立てられるとは。さあトップは山内、近代車アウディ R8、 負けるわけにはいかない。さあそして前後ともにオーバーハングが非常に長いブルーのボディに白いフォロー、フォードサンダーバード、ワッタン選手。さあ1位に、おっと、さあちょっとフォード GT が引っかかっていた。さあレースは残り1分40秒です、残り1分40秒、半分が周回レース。さあ間もなく半分が過ぎようというところ、依然トップ争い、山内バーサスワッタン、そして3番手はコルベット C1 N 村選手、4番手80スープラ GT 今村選手。レースは残り1分20秒です。さあトップ山内、2番手ワッタン、テールツーノーズの 0.2 秒、おーストレートで仕掛ける、すごいパワーですね。さあ山内、おっとダブルブロック、さあストレートでブロックラインだ。はい、1位2位がテルツノーズ、すげえ。さあ残り45秒、おっとさあ C1 転倒、これで2位が3位がいなかった。さあこれで今村が3番手浮上、 N 村上村の順。さあトップグループは依然テルツノーズ、残り、おっと残り3
ば今のはもううまいのか逆にもうまいかもしれん今のは。さあこれで1位に集まってしができた。あれもテクニックなのかどうなのか。さあ残り10秒。さあ今度は注目は3位争いだ。今村、M 村、上村、トリプル M 村対決。わあ、なぜか刺さってる。さあ M 村、今村、上村ゴール。さあゴール、相手したゴール。さすがの見どころありましたね、Cグループ。お疲れ様でした。トップ山内選手、2位マッタン、3位 N 村選手でした。さあ C グループまで終了しまして、はい、では5分間ラウンドに入ってまいります。ご準備ください。はい、続きまして決勝5分間ラウンド A グループご準備ください。出走ドライバーは蓮選手、上田選手、屋敷選手、藤原選手。はい、では操縦台をお決めいただきましたらウォーミングアップランご走行ください。はい、操縦台予選順でお選びくださいね。1番エントリー。はい、次上田選手どうぞ。はい、次は屋敷選手、藤原選手の順で3分間ラウンドと操縦台変えていただいても結構です。そのまんまでも結構です。ウォーミングアップラン終わりましたら最終コーナー外側で待機です。2番エントリー。3番エントリー。さあ決勝 A グループは、4番エントリー。先ほど3分間ラウンドはおじさん3人でやり合ってしまった。いいですか。はい、ではグリッドに移ってください。3番グリッドからです。3番グリッド蓮選手、4番グリッド上田選手、5番グリッド屋敷選手、6番グリッド藤原選手で、まあ言うて勝負やったんですよね。ですんで藤原選手はショートカット2回で、その他の皆さんは1回ずつです。ショートカット、ロングラン1回ずつ。あ、で藤原選手はロングランは行ってくださいね。ショートカットが2回ということですので気持ちよく買ってくださいね。買ってもって結構ですから遠慮せんと。はい、ではよろしいですか。もう一品言うときますよ。蓮、上田、屋敷お三方はショートカット1回、ロングラン1回で、藤原選手はショートカット2回、ロングラン1回のジョーカー連勝か5分間中にお願いいたします。では参ります。マンデークレイジーナイトレース決勝 A グループ5分間ラウンドスタートです。スタート10秒前。さあスタートしました。緊張の、おっと、さあ1台先頭。さあおっと、ちょっとクラッシュが2台出た。トップ、おっと、さあ、ロングラン2回勝かね。上田親子がロングラン2回勝か。さあこれでロングラン、藤原がロングラン勝か。さあ屋敷がぶっちぎり状態だ。トップ屋敷、2番手藤原、3番手蓮、4番手上田。さあ上田親子の3番4番争いがデルツノーザー。さあ入れ替わりがあった。さあこれで親父が3番手前に出た。トップはジョーカーレーンを使っていない屋敷。そうですね、これ落ち着いた展開の時に使った方がね賢い気はします。さあトップ屋敷、2番手藤原がこれでワンラップ状態か。残り4分。レースは残り4分です。残り4分。さあそして3番手の争いどうなった。お、屋敷はちょっとミスだったか。さあ現在2コーナー付近、黄色白のマシンがトップ屋敷、その後方ワンラップで藤原が黄色黒のマシン、3番手は黄色いディアブロ上田選手、そして白いマクラーレンが蓮選手4番手。さあ各社まだまだショートカットも残っているぞ。
おっと、さあちょっとクラッシュが目立つか。残り3分25秒、まだまだレースタイムは残っている。トップ屋敷、現在中央セクション黄色白のマシン、最終セクション駆け上がりのストレート、藤原選手がワンラップで続く黄色黒のマシン、3番手に黄色いディアブロ上田選手、藤原選手の距離は 2.5。 さあこれで屋敷はロングラン消化。さあ順位はどうなった、まだまだ余裕があるか。これで前者、いやショートカットは藤原、あっと、さあトップ引っかかっている。さあタイムロスがあったぞ。これで屋敷藤原が5秒差、藤原2番手、3番手上田が 1.7秒。さあショートカット使って慎重に、さあこれで上田が前に出た、2番手浮上。さあトップは屋敷、2番手上田、3番手藤原、4番手蓮。とはいえまだ蓮、屋敷、藤原はショートカットが残っている。藤原はこれ2回残ってますからね、かなり有利。2回うまいこと、あーっとトップ屋敷転倒。これでポジションが分からなくなる。さあ屋敷上田がテールトゥノーザー、コーナー1つ分か、とはいえ1秒切っている。さあこのトップグループ2台を藤原がショートカット2回で抜くことができるのか注目。さあ蓮もまだまだ諦める距離ではない、 3.3 秒だ。さあクラッシュ、さあ藤原がトップに立った。さあ藤原が1回のショートカットでトップに立った。2番手上田、ここが 0.6 秒差。さあ屋敷がショートカットで、うまい、すごいですね、屋敷トップ。2番手藤原、3番手上田、4番手蓮。さあまだまだ分からない。さあこれ蓮もショートカット残ってるからね。残り1分30秒、まだまだレースタイムが残っている。現在トップは屋敷、中央セクションの黄色白のマシン。さあ2位争いだ、藤原 VS 上田。さあこのライバル対決だ。さあやり合う上田 VS 藤原、2番3番、そして4番手には蓮。さあ今日はこれショートカットの使いどころが最後まで見どころとなるでしょう。レースは残り1分。さあ蓮がショートカット使って、さあ前との距離を縮めた。残り1分、残り1分。さあトップ屋敷、このまま逃げ切れるか。2番手上田、3番手藤原、4番手蓮。さあ残りが45秒。さあ最終局面でここが膠着状態か。残り35秒。さあ藤原が最後のショートカットで前に出れるか。屋敷ここは落ち着いて、さあどうだ、おお、おお、おお、やった、上田来た、うわ来た、はい、残り15、残り15秒。さあやってしまった、残り10秒。さあファイナルラップだ、おそらく全車ファイナルラップに入る。さあ上田、屋敷、藤原、蓮の順、タイムアップ。さあこれで分からなくなった、まだレースの途中。はい、選手はこれでーす。さあまだ分からない、これでトップゴールは上田選手、2位屋敷選手、3位藤原選手でした。これでポイントは分からなくなったすごいな。はい、グループ先にも総合出しましょうか、ちょっと待ってくださいよ、決勝。はい、A グループ現在表示出ております。総合結果、お、上田選手総合トップゴールです。蓮、藤原の順でした。いや、いいですよね、お疲れ様でした。はい、では続きまして B グループご準備ください。出走ドライバー、玉木選手、細田選手、小西選手、入内選手。ね、ラリークロスみたいな、はい、では B グループ続きまして、ウォーミングアップランどうぞ。1番エントリー、
2番エンカリ、3番エンカリ、4番エンカリ。 B グループは先ほど3分間ラウンドゴール結果は小西、ニューニュー、玉吉、細田と。細田さん、車大丈夫そうですか？大丈夫？じゃあハンデは全車なし、1回ずつ。まあそりゃそうでしょうよ、さっきあんだけ笑かしてくれてんから。はい、グリッドをつけてください。3番グリッド玉木選手、4番グリッド細田選手、5番グリッド小西選手、6番グリッドニューナヤ選手。あの、自主的にロングラン使ってぐちゃぐちゃにしてもうて結構ですんで。ちょっと余裕見せるの早すぎたね、ちょっと。はい、よろしいですか。では参ります。マンデークレイジーナイトレース決勝 B グループ5分間ラウンドスタート。スタート10秒前。さあ、スタートしました。5分間ね、たっぷりと戦略を練ってジョーカー連勝化してください。お、いきなり使ってロングラン玉吉が最後尾に回った。さあ、トップニューニュー、2番手小西、3番手細田、4番手玉吉。おっと、さあニューニュークラッシュ。これでトップは小西、2番手ニューニュー、3番手細田、4番手に玉吉。さあ、玉吉はしかしジョーカーレーンをすでに消化している、ロングランを消化している。さあ、クラッシュがあった。ニューニューがクラッシュ戻れない。さあ、タイムが速記。さあ、順位が大きく変動している。トップは小西、2番手細田、3番手玉吉、4番手ニューニュー。さあ、小西、細田、テールズノーズ、現在中央セクションに入っていく2台。前の白いマシンが小西選手、すぐ後ろ赤いマシンが細田選手。さあ、その差が 0.3 秒差。さあ、3番手玉吉、4番手ニューニューが少し遅れたか。さあ、レースは残り4分です。残り4分、序盤の1分が経過いたしました。さあ、小西、細田、依然1秒切って 0.6 秒差。3番手玉吉がその後ろ約7秒というところでしょうか、約 6.5 秒。さあ、その玉吉の後ろニューニューが 1.5 秒。さあ、1位2位は依然テールツノーズ、 0.3 秒差。レースは残り3分30秒です。残り3分30秒。さあ、1分30秒が経過いたしました。おっと、さあここで小西がロングラン。さあ、単独トップに立ったのは細田、赤いシボレーコルベットデッドアルバン。さあ、現在中央セクションから後半セクションに入っていく赤いマシンがトップ細田。さあ、現在ロングランを消化しているのが玉吉小西。さあ、各社虎のこのショートカットは最終局面まで置いておきたいのか。残り3分です。2分経過、残り3分。さあ、レースは残り3分。現在細田がトップ、赤いマシン、2番手玉吉がショートカットを使ってトップには入れないが、さあ、トップのすぐ後ろ、さあ、玉吉がショートカットも終了でジョーカーレーン使い切りました。さあ、トップはこれで細田、2番手玉吉。おっと、細田がロングランを使って、これで順位が大きく変わる。トップは玉吉、2番手ニューニュー、3番手小西、4番手細田。さあ、しかし現在ショートカット、ロングラン、ジョーカーレーンともに消化したのは玉吉選手のみ。その他はまだショートカット。さあ、うわー、危ない。さあ、ロングラン実質的に使って、ニューニューがショートカットも使った。さあ、順位整理します。トップニューニュー、2番手小西、3番手玉吉、4番手細田。レースは残り2分です。残り2分。さあ、レース、おっと、どこ行く。どこ行く。やってしまった。小西がショートカット使うつもりが。さあ、これで順位戦します。トップニューニュー、2番手玉木、3番手細田、4番手小西。さあ、小西がやってしまった。これで、ショートカット使ったので、細田がまだショートカット残っているか。さあ、ニューニューがトップで、ニューニューロングラン使ったっけ。使ってない。使ってないな。そうやな、残り1分20秒、まだ分からん。さあ、トップニューニューだが、
唯一ロングランを残している。そして細田はショートカットがまだある。まだ分からないぞこのレース展開。残り時間1分10秒。まだまだ、しかし細田引っかかっている。さあ細田小西が 0.4 秒。さあ細田が虎の子ショートカット。さあ玉木の前には入れなかった。これでニューニュー玉木一細田小西。しかしトップニューニューはロングランがもう一回ある。さあ残り50秒。さあまだ分からない。さあトップニューニュー2番手玉木3番手あっとさあ残り40秒。4番手小西。さあ残り30秒。さあ1位2位が縮まってきてる。いやこれ最終局面まで何があるか分かりませんから。さあニューニュー玉木一細田小西の順、どうしようか、どうしようか、前者気づいた普通にあかんでもう。さあ残り10秒ファイナルラップ。さあ小西もう一周入った。タイムアップ。このロングランは切なすぎた切なすぎてこのロングランはゴールゴールゴール。最終ニューニュー4番手になりました。はい、お疲れ様でした。前者ドイツ周回ですかね。ナイスレースでした。面白いレースでした。トップゴーラー玉木選手、2位細田選手、3位小西選手でした。さあ、B グループの集計結果出ます。さあまだですよ。はい、はい、総合結果 B グループ確定いたしました。いやナイスレースでしたね。 B グループも笑いあり涙ありの決勝です。 B グループでした。はい、では、C グループ予選順で総じてお選びいただきください。はい、総じてお決めいただきましたらウォーミングアップ段どうぞ。出走ドライバーは、山内選手、山内選手、綿崎選手、上村選手、江村選手、今村選手。1番エンカリ、はい、グリッド付ください。3番グリッド、あ、1人入ってない。山内、今村、上村、N 村は入ってます。呼ばれてない人入ってない。いや名前変えたから綿崎さん入ってんの。はい、グリッドにおつください。3番グリッド山内選手、4番グリッド綿崎選手、5番グリッド上村選手、6番グリッド N 村選手、7番グリッド今村選手。はい、もうこれもガチですね。1回ずつショートカット、ロングラン1回ずつで、はい、よろしいですか。では参りたいと思います。本日決勝最終レース、マンデークレイジーナイトレース C グループ5分間ラウンドスタートです。スタート10秒前。さあスタートしました。さあオープニングラップは綺麗なトレイン状態。さあ綿崎がロングラン消化で最後尾に回った。トップ山内、2番手上村、3番手 N 村、4番手今村、5番手綿崎。なかなか実況泣かせの布陣やなこれさあトップ山内、おっと早めのロングランでこれで順位が、ああ痛い展開。さあ順位整理します。トップはこれで上村、2番手 N 村、3番手今村、4番手山内、5番手ワッタン。さあレースタイムはおっと残り4分です。残り4分、1分経過。グリップが上がりましたか。さあトップは上村、2番手 N 村、フォード GT、 そしておっとショートカットワッタン使ってうまい。
さあ、ワッタンがこれでジョーカーレーン全勝か。レースは残り3分50秒。トップ上村、2番手 N 村、3番手今村、4番手山内、5番手ワッタン。さあ、ロングランを使った2台。さあ、今村もロングラン終了。これでロングラン全員終了ですね。さあ、ロングラン使い切った各社、綿崎がショートカット使っている。これで山内、N 村、上村、今村が虎の子のショートカット1回残して、レースは残り3分20秒。順位はトップ山内、2番手上村、3番手ワッタン、4番手N 村。おっと、クラッシュがあった。さあ、これでポジション入れ替わりがあった模様。上村がおそらくトップ。この周回帰ってきて、トップ上村、2番手ワッタン、3番手山内、4番手 N 村、5番手今村。さあ、まだまだ分からないレース展開。まだ3分残っている。序盤の2分が経過いたしました。さあ、中盤に入って、まずトップ、あ、トップ、おお、トップ入れ替わった。さあ、ワッタンがトップに立った。しかし、おっと、ショートカット使ったのが今村。さあ、ショートカット使った。これで綿崎、今村がショートカットを消化。トップは割ったんだが、2番手上村はショートカット残している状態。そして山内も、これはでも山内のショートカット残しは殿下の宝刀ですからね。さあ、割ったんトップ2番、上村2番手、3番手山内、4番手 N 村、5番手今村、全車同一周回。おっと、さあ、クラッシュ型。これでトップは再び上村、2番手ワッタン、3番手山地、1、2、3が現在2コーナー3コーナー付近。そして N 村もまだまだワンチャンある。4番手、5番手今村も食らいつく。さあ、各社同一周回。これで綿崎、今村ショートカット使ってますので少し無理だ。レースは残り2分です。まだまだレースタイム残っている。トップ上村、2番手ワッタン、3番手山地。うわーっと、さあ1位、これはもう綿崎行くしかないですから。さあ、猛攻。さあ、上村しのぎ切れるか。2番手ワッタンの猛攻だ。それを追います。山内は少し間を置いて、これは冷静なドライビング。さあ、その後ろ N 村選手、コルベット。おお、さあ入れ替わった。さあ、トップ入れ替わった。これワッタンはもう行くしかないですから。これは逃げるしかない。2番手山内、3番手上村、そして N 村も来る。さあ、この3台はショートカットが残っている。ということは、このショートカットの距離をワッタンは逃げなければいけない。残りは1分、無理ちゃうか。残り1分、トップブルーに白のマシン、サンダーバードワッタン。さあ、ペースが上げられない。さあ、山内、上村、N 村はショートカットが残っている。残り50秒。さあ、ワッタントップだが、このシートップだ。2番手、終わった。さあ、ショートカット N 村トップに立った。さあ、N 村がトップ、残り30秒。さあ、山内、上村はラストショートカット、残り30秒。さあ、入った。さあ、これでトップは上村、2番手 N 村、3番手山内、残り20秒。さあ、最後山内の出しどころだ。ショートカット、上村トップ、2番手 N 村、ここが1秒切って 0.4 秒。山内がその後ろ 1.9 秒。ワッタン4番手、5番手今村、入った。さあ、ここでファイナルアップ、山内が決めるか。あと半周。うわはい、全車ゴールです。ナイスレース、お疲れ様でした。トップ山内、2位上村、3位 N 村選手でした。いや、すごい5分間でしたね。これジョーカーレーンの欧州、素晴らしいレースでした。はい、では C グループも集計結果出ます。さあ、またですよ。はい、総合結果、はい、表示出ております。総合優勝は山内選手、2位 N 村選手、3位ワッタン選手ですね。はい、お疲れ様でした。まあ、同ポイントですからね、 N 村ワッタンは。はい、お疲れ様でした。以上にて本日マンデークレイジーナイトレース終了です。ありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。